わいい。あ、勝った。乗ってくれるの嬉しい。ダイス。皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV 発売したということで、早速ですねレッツゴーピカチュウをやっていこうと思います。こちらコードプレイでお届けします。スイッチ版初めてのポケモンシリーズっていうことで、ジョイコンを使ったり、あとはね付属のモンスターボールプラス購入されてる方はそれで遊ぶことができるようになってます。せっかくなのでモンスターボールプラスを使おうと思います。プラスを遊んでるときはトップボタンを押すとメニュー画面が開きます。これジョイコンの開き方とかモンスターボールプラスでボタンの配置も全然違うので開き方も変わるんですね。ちょっとやりながらね覚えていこうと思います。それでは早速スタートしていきます。ビーコビカチュー、きたー、かわいい。この絨毯欲しい。かわいい。ピカピカ。うわー、こういう始まり方？新しい。今回はですね、コードがピカチュウ版で、ダイス私は EV 版で遊んでいこうと思います。ピカチュウだ。一番最初から出てくるんだね。はじめまして、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオーキド。みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。うわー、手に持ってるし、あれゴロゴロ。この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至る所に住んでいる。そのポケモンという生き物を人は可愛がったり勝負させたり、そして私はこのポケモンの研究をしているということだ。では初めに君のことを教えてもらおう。まあ、結構いろいろ選べますね。男の子で4種類、女の子で4種類。詳しく中身のなんか目の色とかそういうところは決められないみたいですね。今回はねピカチュウ版でコードさんが遊んでるやつなんで、コードこれで名前つけていきます。オッケー、君はコードというんだな。はい、ピカチュウかわいい。あれ、この男の子は君の隣に住む友達でライバルでもある。名前はなんていうのかな。え、決められるの？ライバルの名前って決めないっていうことはできないんだね。グ、いや僕ここはねグリーンカタカナじゃなくてひらがなでグリーンにしました。ちなみにコードさんは初代のポケモン遊んだことがあるそうなんですけど、かなりね古い記憶だそうで、この呼び起こしながら遊ぶのが楽しみって言ってました。私はまだ遊んだことないんで、 EV 版で初めての初代のシリーズになります。レッツゴー、だからレッツゴーなのかな。スイッチが置いてあるのが気になりますよね。サンムーンとかウルトラサンムーンの時も主人公の部屋にゲーム機って置いてあったと思うんですけど、やっぱり今回はスイッチなんだね。あとジョイコンが片方しかないのがすごい気になる。これ手にジョイコン持ってるからゲームの中はないのかな。トレーナーの心得、 A ボタンでいろんな人に話しかけよう。スティックを大きく倒すと速く走れる。 X ボタンのメニューでレポート。そっか、グリーンが教えてくれるんだ。レポート見れました。あ、部屋にピカチュウのぬいぐるみあるけど、これって EV 版も変わるのかな。ちょっとね、私もね遊ぶのすごい楽しみです。おはよう。どうした、不思議そうな顔して。俺待てなくて迎えに来ちゃったんだ。いよいよ今日俺たちついに
大木戸博士にポケモンをもらってトレーナーになるんだからな。今すぐ行こうぜ。あ、でもその前に昨日コードに送ったメールまだ読んでなかったらチェックしといてくれよな。じゃあ俺大木戸博士の研究所で待ってるから。一緒に行くわけではないんだよね。シリーズ通してだと思うんですけど、男の子キャラと女の子キャラで多分主人公の部屋違うと思うんで、私女の子キャラにしようと思ってるんで、そこでもね違いをね見れたらいいなと思います。とりあえずね行ってみよう。一回、あ、お母さんいる。ママさあ大木戸博士のところに向かいなさい。ポケモンもらえるように頼んでくれたんでしょ。やったね。いや、ほんと楽しみですね。とりあえず御三家だよね。どうしようかな。私もまだ迷ってるところなんですけど、俺ポケモンのシリーズ遊んだことある方ってソフトを始める前からもう決めてるのか、それとももうその時に直感で決めてるのか、どっちなんだろう。迷いますよね御三家。私もポケモン育ててるの。強くなればガードマンの代わりになれる。お、何育ててるんだろう。怪力？科学の力ってすげえおじさんいたゲーム機と連動させられるんだぜ。今回のやつはねポケモン GO も連動だからその話が入るんだね。いたいた。俺たちがもらえるポケモンってあそこのモンスターボールに入っているかいやつかな。一匹いないよね。真ん中いないよね。なんでどうしていないんだろう。あとモンスターボール真ん中一匹いなかったのはもしかして一番道路？アルファサファイアオメガルビ遊んだとこもここだった気がする。いた。ポップいっぱい。おかげでお前たちのことがまた少し分かったぞ。おお、コードではないか。そうじゃそうじゃ、今日はお前とグリーンにポケモンをあげるのじゃったな。早速研究所に。ん？わあ、ピカチュウだ。かわいい。男の子だね。ピカ？え？野生のピカチュウが飛び出してきた。こんなところまでピカチュウが来るとは珍しい。せっかくだからポケモンを捕まえる練習をしてみよう。モンスターボールを投げて当てる。ジョイコン画面にまっすぐにして使うんですね。このあたりのやり方はポケモン GO と同じだけど、あの腕の振りだからちょっと違うけど捕まえ方は一緒ですね。これ一発なのかな。お、一発そっか、相棒ってここなんだ。でもこの後御三家があるはずと思っていたんだけど違うのかな。先に多分そうですよね、 EV かピカチュウになるんじゃないかな。はじめにしては上出来じゃ。さあそのモンスターボールを拾って捕まえたピカチュウに名前をつけてあげなさい。あ、何？ちょっと、え、なんという元気なやつじゃ。待って、どこ行くの元気すぎる。あれ、さっき真ん中なかったんだけどな。そこのモンスターボールさっきは2つだったのになぜか3つに増えたんです。いやいや、1つはさっきコードが捕まえたピカチュウなんじゃ。あ、そういうことか。自分で捕まえたのか。この真ん中だよね。すごいわかりやすいなんだか面白いの。今度こそボールをしっかりと手に取ってやりなさい。これはもう真ん中を選ぶんだね。お、光った。あれ、ボールじゃない。どうして、出てきちゃった。かわいい。何このかわいさ。もともとピカチュウ大好きだけど、こんなんされたら惚れますね。笑顔になっちゃう。かわいい。ピカチュウはコードのポケモンになった。出たり入ったり変わったやつじゃの。
しかしコードのことを気に入ってるようじゃな。ピカチュウに名前をつけたらどうじゃ。これ一体ずつ自分のポケモンにニックネーム、私ねあんまりつけたことないんですけど、相棒にはつけたいなってね悩んでるとこです。そのままにしていきます。ピカチュウを手持ちに加えた。博士、俺はこいつに決めます。あれ、ピカチュウとイーブイともう一体は、御三家がいない？私御三家いると思ってたんだけど違うの？新米トレーナーが自分で初めてのポケモンを捕まえるとは、わしも初めてのことじゃん。え、これ何？最後の一体は何が入ってるんだろう。ちょっともらえない。もらえるのかなって思ったらもらえない。ちょっと待ってくれ、トレーナーになったお前たちに一つ頼みがあるんじゃ。こいつを持って行ってくれ。なんかすごいでかいパソコン。博士、それなんですか？私が設計したポケモン図鑑じゃ。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれてページが増えていくという大変ハイテクな道具なのじゃ。コードグリーン、これをお前たちに預ける。もらいました、ポケモン図鑑。ポケモンをただ見つけるだけでは詳しいデータを手に入れることはできん。必ず捕まえなければならんのだ。この世界すべてのポケモンを記録した完璧な図鑑を作ること、それがわしの夢だった。しかしわしはもうじじい、そこまで無理はできん。そこでお前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。さあ二人とも早速行こう。ポケモンの歴史に残る冒険になるかな。楽しみ、これからたくさんのポケモンと出会えるんだ、楽しみだな。すぐ行っちゃった。自分のペースで焦らず来いよ。うん、後ろにピカチュウが出てる。博士ってすごく有名だよね。この辺本もありますね。うん、やり方についても書いてあります。もう助手の方、外出てきちゃったけど。お母さん、わあかわいい、博士にいただいたのね。うん、え、自分で捕まえたの、すごいじゃない。なんて呼べばいい。ピカチュウちゃんね。ピカピカ、かわいい。すっごく元気。これから冒険に出かけるんでしょ。こんな日が来ると思って用意しておいたの。タウンマップ、地図もらいました。バックのタウンマップを見れば場所がわかる。では行きましょう。一番道路、手持ちのポケモン図鑑バッグに今もなってますね。バッグの中身確認。ポケモンボックス、回復ポケット、アメボトル、タウンマップ、これもね見てみようと思います。公式ホームページにもちょっと載ってたんですけど、あ、シティの名前とかも書いてありますね。グレンタウン、こんな感じになってます。いや、いろんなところに冒険に行くの楽しみです。で、今作なんですけど、今まで私 3DS で遊んでた時はポケモン見つけて当たるとバトルだったんですけど、もう最初からね投げて捕まえる、あのポケモン GO 形式みたいな感じで、こうなんですよね。早速ねポッポ捕まえようと思います。まだ手持ちがピカチュウ1体っていうことで、全6体手持ちで、ね、ポケモンで持てるっていうのは今までと変わらないので、6体何にしようかね迷いますね。でも最初のうちに何体か捕まえていけたらいいなと思うので、見つけたポケモンは捕まえていこうと思います。まずはポッポ、これナイスとかエクセレントっていうのも出たりするんですよね。で、捕まえると経験値。まあ図鑑登録がかっこいい。手持ちに加えました。2体目ポッポだ。
CP が出てるんですよね。レベルっていう感じではなくて、ちょっと難しいな投げるの。レベル3と CP9 になってます。多分個体によって CP も違うと思うんで、厳選するときとかってここなのかな。どうなんだろう。はい、ポッポを捕まえた。経験値10、連続ゲット。これあれですかね、連続ゲットを何回か貯まるとなんかもらえたりとか記録とかになるのかな。どうなんだろう。ちょっと進めていって見て、できたらねどうなるか分かるのでやってみようと思います。いいポケモン釣れてるじゃん。あとで勝負しようよ。トレーナーはバトルなんだよね。ただ野生のポケモンはさっきみたいにこれ最初から捕まえるっていうものになるので、ちょっといろいろ見ながらやってきます。レベル4で CP もちょっと高めの子だったかな。コラッタを捕まえた。これでポッポポッポコラッタで連続は3になってますね。テクニカルスローとかもついたりするんだ。お、レベルアップしてる。電光石火覚えました。そしてポケモン図鑑に登録されます。図鑑登録の文章とかも、サンムーンシリーズとかウルトラサンムーンってシリーズで違ったんですけど、ピカブイも違うのかな。あ、ジョイさんだ、かわいい。お、メンテナンス中らしいです。初めての街。お、なに、見つけた。これ多分見つけてるよね。何か違うのかな。あれ、なんかね、泣いたりするのも確かあったはずなんですけど、あるのかな。多分びっくりマーク出てるけど、なんだろう。ずっとそこにいるよね。イモムシポケモン2種類いるって知らない？ならいいんだ。これあれかな。んか分かっちゃったんだけど、後で話しかけよう。マサラタウンから来ました。大木田博士に渡してくれるかい？お届け物預かりました。大木戸博士によろしく。ここ多分フレンドリーショップだと思います。研究所に戻るは自動で戻れるんだ。そうなんだね、歩いていくわけじゃないんだ。ちょっとびっくり。おお、どうだいピカチュウの様子は。ん、ピカピカ、かわいい。あ、勝った。乗ってくれるの嬉しい。おー、ピカチュウはすっかり高度の相棒気分じゃ。お前ポケモントレーナーの才能あるな。え、推しに渡すものが。そう、お届け物を届けます。注文の品。え、イーブイ技を。あー、何それ、すっげーピカチュウ乗っかってるじゃん。あれ、イーブイいないね。グッドタイミング、いいものが届いたんじゃ。二人にやろう。ズリの実をもらいました。美味しそう。こらこら、それはポケモンが食べるんだ。ポケモンを捕まえるときにズリの実をポイッと投げて、ポケモンが喜んでぐっと捕まえやすくなる。あぶねー、俺食べちゃうとこだった。二人ともポケモンをたくさん集めるも、お気に入りを育てるも自由じゃ。楽しくやってくれい。はい、ということでズリの実もらいました。名前もポケモン GO で出てくるズリの実と同じ効果だと思うんですけど、またね使ってみたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。